にちは、ことこです。スイートサイクロンイエイ全曲紹介の動画でございます。ででん。はい、この動画は6月22日に発売になります、私の初の電波ソングアルバム、スイートサイクロンイエイのいいところ、そしてあんなことやこんなこと、いろいろね、楽曲について1曲ずつ紹介していくという動画です。12曲目、ラストはスイートサイクロンイエイです。イエイ、もうアルバムのタイトルと同じ曲ということでね、この楽曲には電波ソングアルバムでやりたかったことがまるっと詰まっております。テーマはですね、電波ソングは世界を救うということで、この1枚を作りたかったんです。まあ、電波ソングアルバム作れるよってなった時に一番掲げたかったテーマなんですよね。まあ、こんな、ね、世の中になってしまって3年間もね、ソーシャルディスタンスだなんだって、こう人と触れ合うっていうことがすごく少なくなってしまったし、ライブでもね、声出しが禁止だったりとか、まあ、スタンディングも禁止だったりとか、むしろ踊るのも全然ダメだったりとか、なんかそういう制限も多くて、楽しいこともなんかすごく半減していった世の中になってしまって、寂しいなって思うはあるんだけど、やっぱり音楽とかエンターテインメントって絶対になくてはいけないものだなっていう風にこの3年間で思いました。で、そんな時にこの電波ソングアルバムを作らせていただくことになって、私が伝えたいメッセージは、やっぱり人が大事、みんな大好き、みんな仲間、楽しいこといいね、それを伝えたいっていう思いでこの曲書かせていただきました。このツアー回る時には、あの声出しとか OK になってるかちょっと今微妙な時期なんですけれども、声出しができなくても音楽を楽しめる要素っていうのをね、この曲にはたくさん取り入れました。一番わかりやすいのはクラップとストンプ、足踏みですね。これでみんなで参加して楽しめるようになっております。声が出せなかったとしても楽しい時間をみんなと一緒に過ごせる曲を作りましたので、ぜひぜひ心配することなくライブに来ていただきたいなっていうふうに思っています。まあ、それ以外にね、あのアイリッシュ系のアレンジにしていただいたりっていうのがあるんですけど、アイリッシュダンスってわかるかな、あの足を踏み慣れしながらとか、腕をこう絡めてくるくる回ったりとかするダンスがあるんですけども、もしね、あの触れ合いとかも OK になった暁には隣の人と腕を組んだりとか、昔はあったんだよ、私の楽曲でみんな肩を組んでこうやってやってくれたりするシーンがあったんだけど、やっぱりそういうシーンってステージから見ててもこんな幸せな世界ってあるんだっていうぐらいの景色なんですよ。それを再び私も見たいなって思ってるんで、そのアイリッシュダンスのようなこともゆくゆくは一緒にやっていきたいなって思ってますし、まああのみこみこダンスの時もそうだったんだけれども、まああの電波ソングの一つの要素としてはですね、早口で畳みかけるっていうのも大事な要素だと思うので、この楽曲では最初のテンポから2段階テンポがアップします。一回そういう楽曲作りたいなってずっとこう頭の中にあったので、この曲で実現させていただきました。2段階目はいいんだけど、3段階目大変難しくってですね、まあ、高瀬さんにはよくできるねって褒めていただきたんですけど、私もギリギリでした。最後の方ね、まわれまわれまわれランダまわれまわれまわれランダがずっと続いたり、あとランダ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 がずっと続くんですけども、ボイトレの中でまっていうのは、うん、唇をくっつけるまままこれがね結構発音で大事になるんです。それからラララこう舌を上にくっつけるっていうのがすごく歌の中では上達するにはすごく大事な練習になるんです。なのでみんな歌を練習したいとき、この曲の最後の方をぜひあのお口の運動としてですね使っていただきたいなと思ってるんです。これが上手に歌えるようになったらあなたも歌うまになれますっていう楽曲でもあるんですよ。なので歌練習にもぜひ使っていただきたい一曲となっております。そして、世界は回ってみんな平和っていうのが一番言いたいことだよ、わかってる分かってるよね。みんなでぜひぜひスイートサイクロンイエイを声高に歌って世界を平和にしましょうということで、最後の楽曲スイートサイクロンイエイの解説でした。